充電で、あ、そっか、それ俺とこだけっすもんね。あ、やばい、もう始まる。おー、始まる。じゃあ、お願いします。あー、じゃあ。ドキドキしたりイライラしたりウキウキしたりウキウキしたりせかせかしたりチラチラ見たり少々のマンゴーラジオ。どうも皆さんこんばんは。少々のマンゴーラジオです。金曜の夜にパークアベニューから木綿の少々が好き勝手話す超無駄な時間、少々のマンゴーラジオですよ。今日ちょっとあのウクレレで来ました。軽いですね、ウクレレいいですよ今日ちょっとウクレレで歌おうかなと思ってウクレレを持ってきてみました皆さんこんばんは。皆さんどんな一週間でございましたでしょうか。皆さん新年ボケは抜けましたかインフルエンザも超流行ってますけど皆さん大丈夫ですかね。今ちょっとマスクして歩いてるお姉さんがいますけど、超流行ってるので皆さん気をつけましょう気をつけようっつってもね、どうやって気をつけていいかあんまよくわかんないけどまあマスクしたりとか、早く寝たりとか手洗いうがいですねしたらね多分かかんないから大丈夫。はいはい、皆さん体調には十分お気をつけください。はい、今夜も沖縄で活躍している、眠い系音楽ユニット木綿の少々が、沖縄市の中央パークアベニューから生放送でお送りしております。はい、いつも生放送です。録音じゃありません。はい、ですね、ちょっと今日はメールのテーマをちょっと決めてみましたよ。今日のテーマはこちら、ストレス発散法。ですね、ちょっと皆さんのですねストレスの発散方法を募集したいなと思って、これなんでかって言いますと、まあ仕事も始まって、2週間経ちましたけど皆さんストレス溜まってんじゃないかなと思ってまあ、たったの2週間でストレス溜まるのかっていう話なんですけどねえ、ほらやっぱ新年いっぱい休んだからちょっと2週間経ってね、そろそろストレスも溜まる頃なんじゃないかなと思ったので、ちょっと皆さんストレス溜まったらどんなことしてるのかなと思ってちょっと聞いてみようかなということで、今日はストレス発散方法を募集しております。はい、メールアドレスは、
なんだっけ761@fmkoza.jp ですね。はい、もう一回言います。761@fmkoza.jp ですよ。はい、どうもこんばんは。あ、なんか歩いてる方が手を振って、あー、なんか美味しそうなの飲んでるな。何かな、あれビールかな。いいな、ビール飲みたいな。いいはず。すごい陽気な、陽気な方が通りかかりました。はい、あのですね、はい、ということで今日はちょっとテーマもありますので、で、いつも通りユースと、ツイキャスでも、私の汚い顔が世界中に放送されています。やったー。はい。じゃあ私の汚い顔を見たい方はですね、FM コザのホームページを開いていただけると、ツイキャス、ユーストの、につながってますので、見れますので皆さん、ぜひ、ちょっと見てみてくださいね。はい。この汚い顔を。見てくださいね。ぜひよろしくお願いします。はい。ということでですね、ストレス発散法ってことなんですけど、まあ、私のストレス発散方法はおいおい話すとしてですね。はい。今日ちょっと一曲目なんですけどね。みんなちょっと一週間経って疲れてるかなと思って、私の歌で自画自賛、私の歌でストレスを発散してほしいということでですね、今日はですね、私の最近ちょっと撮ったデモの曲をですね、1曲目に持ってこようかなと思いまして、ですね、タイトルが、風水葉の歌ですね。風と水と葉っぱです。はい、じゃあこれをですね、ちょっと1曲目にかけたいと思います。Thank you.
放送の方はただいまコマーシャル中でございます。ちょっと私の曲いっぱいかけちゃおうかなと思ってます。はい、癒し系で手前味噌、すいません。手前味噌で。皆さんこんばんは。東京は寒いですかね。大阪も寒いですかね。沖縄は今日は割と寒いと思います。まあ、もう明ける。早いね。はい、ということでですね、CM が明けました。ですね、さっきの CM 前の曲は、私の自宅録音の歌で、風水葉の歌でした。はい、これですね、この間、なんかダンスをやっている方に提供した曲なんですね。どうやらこの歌をかけて踊っているようです。まだダンサー見てないんですけど、たまにそういうこともやっています。はい、で、多分郵送とかツイキャスでは流れてないと思うんですけどね、CM 明けの前にかかっている FM コザの歌は私が作った歌です。はい、なかなか好評のようです。はい、すいません、手前味噌で今日は。はい、今日は皆さんのストレス発散方法を、募集しておりますが、今のところまだメールがゼロ件です。あとですね、今日は先週募集した福袋の抽選会も後半でやります。小座流営もやりますので、はい、皆さんお楽しみにしててください。はい、よろしくお願いします。で、私のストレス発散方法なんですけどね、時によって変わるんですけどね。はい。日によって結構ね、違うんですけど、気分で、最近はなんか夜子供たちが寝た後に一人でなんかあったかい飲み物をね飲んでぼーっとするのがマイブームですね。なんか紅茶とかね、ウーロン茶とかね、あと緑茶もあるかな、コーヒーもあるんですけど、コーヒー飲むとなんか寝れなくなっちゃうんで夜はあんま飲まないから。でもコーヒーすごい好きで、私すごいコーヒー糖で、昼間もうすげえコーヒー飲んでるんですよ、一日中飲んでるんですけど、夜寝る前に飲むと夜寝れなくなってしまうので、夜寝る前はちょっと控えてるんですけどね。はい、ストレス発散、はい、皆さん何してますか？はい、あとですね、なんか寒い時だと一人でお風呂にちょっとゆっくり入るとかいうのもちょっとスッキリするかなっていうね。あとはね、美味しいものを食べる、がっつり酒を飲む、
あとね、あの車の中で音楽をガンガンにかけて大声で歌うのめっちゃストレス発散ですね。あのね、多分ね、外歩いてる人とか見てますね。聞こえてると思いますね、大声で歌ってるので。意外とあの普段ね、あのこういうさっきの風水派の歌とかみたいな、ああいう感じで歌ってるんですけど、割とあの心はロックなんですよね。あの意外とロックな人間なんですね。はい、なのですげえガンガンで、もうガンガンに歌ったりしてますね。もうめっちゃあの大声で、あのレッチリとかレッチリとか大声で歌ってますね。めっちゃガナった声で歌ってますね。はいはい、そういう感じですかね。はい、っていうのはね、なんかね、今日ね、あの学校でちょっとあの先生と面談したんですけどね、あのなんか木綿の曲を聴いてくれたらしいんですよね、 YouTube か何かで。で、あのあんななんか静かな綺麗な感じの曲を歌ってるけど、あのなんて言うんだろう、こうストレスはどこで発散してるのみたいなことを聞かれてなんかこう音楽では発散してないっていうか、なんだろう、もっとわーっていう感じだったら、あ、ストレス発散みたいな、イエーイみたいなの分かるんですけど、そうじゃないよねみたいなことをロックンロールみたいな感じじゃないよねみたいなことをあの先生に言われて、ね、もう確かにそうだなと思って、どこで発散してるかなってちょっと今日考えたのがちょっとね、はい、そうですねなのでちょっとみんなに聞いてみようかなと思いますね。はい、ツイキャスちょっと読んでみましょうかね。はい、あ、AKB さん、シュウショウさんの歌かけてかけてかけますよ今日は癒されてインフルエンザ治るから。治るかな治るかな、治るといいけどな。はい、イミッチャオッサンさん、ショショさんこんばんは。寒い日に薄着な私はよく寒くないって聞かれますが、おデブに聞くのは、いや寒くないって聞くのは罪なことよねそうね、ね、後ろにチャックついてるとか自分もあの同級生とかガシガシ言います。はい、言ってます、すいません。でも私も結構あの脂肪を蓄えてるのでそんなに寒くないですよはいはい、あきさん、ストレス発散は少々さん見て癒されてます、ありがとうありがとうございます。私のどこに癒されるんですかね、もう前髪ですかね前髪癒し系ってことで、はいはい、イミッチャオッサンさん、ありがとうございます。ストレス発散は嫁と娘が寝た後にファミマの美味しいデザートを物音立てずに独り占めして食べることおかげでタプタプお腹よってでも甘いものはいいですよね、ストレス発散になりますよ、確かに甘いもの、そうですね、私もなんか食べますね甘いものあのね、イライラすると、あ、でもなんか甘いもの食べるとすごいなんか頭がくるくる回るっていうか、あのなんて言うんだろう、あの脳みそが疲れてる時に甘いものを食べるとすごいなんかこう脳みそが回転が速くなるような感じがするのって分かる人いるかなんか自分すごいそういう感じがするので、仕事が忙しくてちょっとなんかあの詰まってる時とかは食べたりしますね、甘いもの、うん、甘いものでも好きです私も、はい、ありがとうございます。ファミマの美味しいデザートか、
近所ローソンね。ね、昔のなんかコンビニの甘いものってそんなに美味しくなかったけど、なんかここ数年すごい美味しいですよね。なんかね、あのね、ローソンのなんかね、街カフェみたいな。うん、最近コーヒーもね、美味しいしね、コンビニ。なんか缶コーヒー飲むんだったら絶対コンビニのコーヒー買っちゃうっていう、コーヒー好きなので。いや、お砂糖とかミルクとかあんま入れないので、あのブラックで飲むんだったらもう絶対缶コーヒーはいまいちなので、あのコンビニとかで買ったりするんですけど、そうそう、美味しいっていうか、まあまあそこそこ美味しいのでいいかなっていう。あ、コーヒーもでも実はすごい、結構コーヒーさっき好きって言ったけど、コーヒーすごい好きで、もうストレス発散かもしれない。コーヒーも昼間はすごい飲みます、ね、めっちゃ飲んでますねコーヒー。はい、ありがとうございます。皆さんまだまだ募集してますので、あのストレス発散方法、FM 講座、あ、じゃ761アットマーク fmkosa.jp まで、ぜひ皆さんのストレス発散方法をお寄せください。はい。ということでですね、じゃあ、まだ後半じゃないからダメだね、これね。そうそう、先週あの福袋をね、募集、福袋抽選会を、木綿福袋、1名様にプレゼントということで、募集したんですけど、こちらの抽選会をちょっと番組の後半30分後ぐらいやりたいなと思っていますので、はい、ちゃんとあのユーストとツイキャスの見てる中でちゃんと、公平公正にやりますので、皆さんちゃんと見てくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、だんだんですね、まあ、寒くなったり暑くなったりするのでね、風もね引きやすいなと思うんですけどね。はい、ちょっと今日2曲目にそろそろ行こうかなと思うんですけどね、あのちょっと風邪をひいている AKB さんが、私の曲をたくさん聴きたいということなので、今日ですね、ちょっと後でウクレレでも1曲歌おうかなと思ってるんですけど、その前にこれをかけようかな。これもまたちょっと去年年末にガーって宅録した中の一曲ですね。これをちょっとかけてみようかな。ですね、海っていう曲を作ったので、これをちょっとかけてみようかなと思いますよ。じゃあこれは木綿音源じゃなくて少々音源なので、じゃあ少々の海という曲をかけたいと思います。Thank you.
CM 入りました。追加し切れそうなので一回切ります。はい、再開しまーす。あ、ユースト。ユーストも見ていただいているようで、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで CM が明けました。はい、今日の少々のマンゴーラジオでは皆さんのストレス発散法を募集しております。761@fmkoza.jp もしくはツイキャスユーストでもメッセージ受け付けておりますので、皆さんぜひどしどしご応募じゃないメールください。あ、そういえばあの美人カレンダーはどうなったんですかね。美人カレンダー当たった人います？15人ぐらいでしたっけ。15名様にですよね、美人カレンダーね。先週あんまりにも美人美人言いすぎたっていう。あの美人カレンダーにね、あの出てるんですよね、私。そう、FM 小座の美人カレンダーの12組の中の、6月担当として、私の写真が載ってるんですけど、皆さんご応募いただいた方は当選しましたでしょうか。これまだ当選発表してないのかな、もしかしてしたのか、どうなんだろう。当選発表したの、してないの。ちょっとわかんないよ、これ。わかんないけど、うん、当たった人いたら教えてね。うん、サインしとこうか。勝手にサインしとこう、サイン押し付けみたいな感じでやってみようかな。はい。そういえばなんか先週あの那覇にちょっとあの満月即興っていうあのなんか即興の演劇のあのライブがあって、それをちょっと見に行ったんですけど、あの木綿の相方のワンワンが即興演劇に即興音楽をつける担当としてちょっと出演していたので、あの、まあ、見に行ったんですけど、あのすごい面白かったんですけどね。あのこの次の番組をやってるあのジョーモンじゃない上条美希さん見に来てて、あーとか言って入り口で、あー少々さーとか言って、ああ外であっても割とラジオのまま、ままでした。はい、上条美希さん見に来てて、ほんとたまたま会ったんですけどね。あの私もちょっとお芝居とか見るんですよ、実は。あの私あの小学校の時演劇クラブだったんですよね。演劇クラブで、であの
実はあの私将来ミュージカル女優になりたかったんですよ、小学校の時。そう、あのアニーにすごい出たかったんですよ。ねアニーに出たくて、でなんかねこうだから歌と踊りとこうお芝居をねやってたんですよ、小学校の時に。でその自分の小学校の演劇クラブがすごいなんかね結構本格的っていうか自由にやらせてくれる感じで、なんかメンバーの中に脚本を書くのがすごい得意な子がいて、七夕とかも全部オリジナルで話を作って脚本を小学校6年生とか5年生とか自分で脚本書いてからで、まあ、配役もオーディションして決めて、で舞台の装置から小物まで全部自分で作って、自分たちで作ってやってたんですよ。すごいね楽しかったんですけど、それがそうで結構それで高校生の時とかもちょっとお芝居の練習とかしてたことがあって、で大人になってからもなんか小劇場とかに結構芝居を見に行ったりとかしてるんですねいつの間にかなんかあの音楽やってる感じになってるんですけど、実はお芝居もすごい好きなんですね。あの見るのすごい好きです、はい、実ははい結構見に行ってます。ジョビジョバって知ってますよ、皆さん。ジョビジョバ知らないかな。ジョビジョバすごいお芝居っていうか、まあお芝居なのかな、まあ、演劇集団コントだけど、ジョビジョバすごい好きで、高校生の時かな、ジョビジョバめっちゃ見に行ってたんですよ、高校生の時好きでジョビジョバ面白かったんですけどね。あんまりジョビジョバ知らないのかな、みんな。あの東京だと夜中にジョビジョバの番組があったんですよ。でそれ面白くて毎週見てて、すげえ面白かったんですけど、なんか YouTube とか見るとジョビジョバいっぱい動画上がってるんですけど、まあ、今見るとそんなに面白かったかなっていういや面白い、面白いけど、あれですね、やっぱね、お笑いもね、笑えるやつとかもなんかこうあんまりいっぱいいろいろ見ていくと体勢がついてくるんですかね今見たらそんなに超笑えるあれでもないかな。その当時すごいでも大好きだったんですよ、ジョビジョはね、うんそうそう、なのでたまに演劇とかもお誘いがあれば見に行くので、あの誘ってください、誘ってください、ウジョさん誘ってください行きますので、はいそうそう、そうですね、はいね、最近ちょっとね、あのドラマを、あ、めっちゃテンション高い人が通っためっちゃテンション高い、ジョニー・ライヤーさんが通りましたねジョニー・ライヤーズのヒーデーさんが通りましたね。ジャンプしてましたね、完全にカニみたいになってましたね今、はい、なんかね、コザ結構変な人がいっぱいいるんですよねコザはね、ちょっと変な人多いですよね、うんね、さっきもすごい陽気な外国の方がね、あのめっちゃ手振ってくれてましたけど、今日もなんかねテンション高めの皆さんが、あ、はい、いっぱいいますね。小沢ね、金曜日だけどみんな飲んでんのかな、いいなさあということで、そろそろやりましょうかねそろそろやりますよ、福袋抽選会。少々の木綿福袋抽選会。あや、壊れた。やばい。やばい、ミキサー壊した。なんかメモリが取れちゃった。後で直せる。はい、ということでですね。あ、直りました。福袋抽選会そろそろやりたいと思いますよ。木綿福袋、
1名様、内地の方は着払いですいません送ります。県内の方はちょっと取りに来ていただけると非常にありがたいと思います。はい、今ですねこれあのメールいただいたのはあの畳んで切ってます。ですねちゃんと印とかもないのでみんな同じように畳んでます。はい、これをですねででん。さあどれにしようかな。残りましたじゃあこの方に当選です。誰でしょうか、ちょっと見てみましょうね。はい、マデさんマデさん当選です。ありがとうございます。はいということでですね、木綿、正月福袋は、マーデーさんに当選いたしましたので、はい、マーデーさん、準備できたら、連絡しますので、FM 小座まですいませんけどご足労お願いいたします。で、前に木綿クリスマスプレゼントがあってるゆきさん、来週ぐらい用意しておくので来るように準備しておいてください。来週ぐらい用意しておきます。はいはい、ちょっとツイキャス来てるので読んでみましょう。ミッキーさん、こんばんは。こんばんは。夜行バス車内から東京のミッキーです。夜行バス神戸へ向かっています。あ、神戸に向かってるんですか。東京から神戸に。はい神戸何しに行くんですかね。仕事ですかね。あ、抽選会、そう、今ちょっと先週の放送で木綿っていう私がやってるユニットがあるんですけど、木綿の、福袋の、抽選会をいたしました。はい、ちょっと今日時間がなくてですね、この抽選のメールちゃんと読んでないんですけど、後でゆっくり読ませていただきたいと思います。はい、抽選会を、はい、して、木綿福袋がマーデーさん当たりました。はい、ちなみにあの木綿クリスマス、プレゼントはあの先ほども言ったんですけど、あのユキーさんに当たってるんですけど、ちょっとまだ準備が終わってないので、お二方ともちょっと準備ができたらご連絡いたしますのではい、FM 小座の方に直接取りに来てください。はい、よろしくお願いします。あ、ミッキーさん、あ、美人カレンダーに載ってる方だって、やったすいません、美人カレンダーに載ってる木綿の少々ですああそうです、美人カレンダーに載ってる少々ですよ。はいそう、すいません、なんかもう本当にね、あの綺麗な皆さんのね、6月とかってど真ん中にねど真ん中に私の汚い顔が入ってしまって本当に申し訳ないと思ってますもうはい、でもよかった1月じゃなくてね、1月だったらね、もうなんか絶不調な感じですよすいません、もうはいはい、ということでちゃんと今日は抽選会終わりました。ちょっと当たらなかった皆さん、残念でしたが、木綿の CD はですね、通販もしておりますので、皆さん木綿の CD 通販もしてるんですよ。ちゃんと内地にも送りますので、ご連絡いただければ、はい、木綿の CD1 枚1000円です。はい、で送料が定型外郵便で送るので140円くらいかな、なので1140円ちょっと振り込んでいただければ、通販してますので、皆さん木綿の CD 買ってくださいよろしくお願いします、はい、いっぱい溜まったら内地に凱旋ツアーに行くかもしれませんたくさん売れたら、はい、ツイキャス読みたいと思います。アッキーさん、沖縄市から FM 小座に向かっています。お、来るらしい今から今から来るの。
終わっちゃわない？間に合うの？近いのか？近いからもう大丈夫なのか。ありがとう、私の汚い顔を見に来てくれるんだね。わざわざ FM 小玉でありがとうございます。はい、あきさん、自分は毎回生で見れるからいいもんって。ありがとうございます。ちょっと汚い顔で申し訳ないですけど、あ、ちょっと今日私もう一曲歌おうと思って、そのために今日ウクレレ持ってきたんだよ。危ない危ない、歌い忘れるとこだった。すいません、じゃあね、今日ちょっともう一曲歌おうかなと思って、今日歌がいっぱいだね、歌がいっぱいですいません。よ、今日ちょっとねウクレレでオカメインコの歌っていうのを歌おうと思って、オカメインコの歌を歌います。いきます、 1,2,3,4。 生まれ変わったらオカメインコになって、大好きなあなたの口癖を真似して、おはよう、おかえり、おやすみ、おやすみ、チュ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 、ということでですね、オカメインコっていう歌でした。あのね、これね、ちょっと可愛いって思うでしょ、これめっちゃストーカーの歌なんですよ。これね、ストーカーの歌で、オカメインコになって鳥かごからあんたをずっと見てるよみたいな歌なんですよね。怖いね。怖いね、女って怖いね。そういう怖い歌でした。はい、
ちょっとツイキャスを読んでみましょうかね。あ、いみっちゃおっさんさん、今娘を塾にお迎えに来て車内で待機中、お疲れ様です。少々さんの笑い声におじさん癒されちゃう。え今度のクリスマスプレゼントは少々さんの笑い袋にしましょう私の笑い袋私の笑い袋どうなの、どうなんすかそれ、私の笑い袋ですか。ありがとうございますはい、私の笑い袋ですね、わかりました。じゃあ今年のクリスマスプレゼントはじゃあ私の笑い袋はい、したいと思います。はいはい、メールも来てます。東京の佐藤さん、東京総佐藤さんじゃなくて実は東京佐藤さんっていう、まあ、名前なのかもしれないですね。東京が名字で佐藤が名前かもしれない4ヶ月無事にラジオを聞いています、ありがとうございます。美人カレンダー欲しい、6月だけでも、6月だけど美人カレンダーはねないので諦めてもらってあ、FM 小座に来ると見れるかもしれないよ、飾ってあるからね。はい、ありがとうございますはい、メールしょうしょうさん、わんわんさん、こんばんは。こんばんは。マデです。あ、マデさん、ご当選おめでとうございます。福袋当たりましたよ美人カレンダーのしょうしょうさんのショットめっちゃ素敵でした、ありがとうございます。実はですね、あれね、なんかね、あの、私なんかワイシャツ着て、なんかこの、あの、営業周りの OL っていうテーマだったんですよ、初め。営業周りの OL のが、ちょっとあの、雨が降ってたんだけど、雨が止んだのみたいな感じにしようと思って、あの格好をしてったんですけど、なんか実際撮ってみたら、なんか未亡人にしか見えないっていう、なんか幸薄そうな顔でしたね。私の顔が幸薄いんですね。はい。カメラマンの腕は素晴らしかったです。はい。はい、もう一つ、マーデさん。オカメインコについて。ストーカー、オカメインコもですが、天城越えもなかなかハードな内容ですよね。ですよね、これね。オカメインコっていうか、このね、あれなんですよ、このあのオブラートに包んで、いかになんかこう際どいことを丸くするかみたいなところはありますよね。直接的に言うとね面白くないので、あのオブラートっていうか別の形で違う角度から見ると、なんかストーカーだっていうね、のがいいかもね、はい、みたいな感じで私もいつも結構作ったりしていますよ。はい、マデさん、ありがとうございます。はい、そろそろ行きましょうかね。なんかアッキーさんからもちょっと今せかされているので、セクシーな声が早く聞きたいと、はい、いうことで、じゃあそろそろ行きたいと思います。じゃあいつものこのコーナー、今週の講座リュウ、はい、ですね、沖縄市の小座十字路にある、金天会の近くにある、小座流営の今週の上映情報をお知らせします。欲望ヒッチハイク、求めた人妻、愛駅ドールズ、脳殺行かせ上手、助手生贄調教。はい、こちらの3本となっておりますはい、大丈夫ですか。あの、さっきお子さん迎えに行ってるっていう方いらっしゃいましたね。あの、いみっちゃおさんさん、大丈夫ですか。まだ娘さん車乗ってないですか。はいはい、小座流営、多分3本1000円で見れます、今の3本がはい、皆さん、今週末もぜひ小座流営に足を運びください。はい、見てきた方はぜひ感想をねお寄せいただければと思いますよ。はい、毎週あの、この
コーナーやってますので、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、少々のマンゴーラジオですね、なんと残りあと4分を切ったわけですが、今日はちょっと少々の歌で皆様をストレス発散ということではい、今日のテーマはストレス発散でしたね。はい、ストレス発散でなったでしょうか。AKB さん、風邪が早く治ることを祈っておりますので、風邪じゃなくてインフルですね、はい、祈っておりますので、はいはい、ちょっとじゃあ最後にメールを読みたいと思いますよ。ミキーさん、後ろのカレンダーを美人カレンダーにしないの？あ、そうだよね、これ美人カレンダーにしようよ。関さん、これ美人カレンダーにしよう、これちょっと今タモリ的な感じで貼っといてっていうのやりたかったんだけど、こないみたいなんでちょっと今できませんね。はいはいはいそうですね、ちょっと後ろのカレンダーを美人カレンダーにするっていう提案はしておきます。はい、ミキさん、ありがとうございます。そうですよね、それいい考えだ。はい、イミッチャオさんさん、やばい娘よ、今は塾から出てくるでない、車に近づいてきたら鍵閉める、よかった出てこなかったかな、大丈夫だったんですねはい、よかったです、はい、あ、メールがもう一個来てますよ。あ、マーデーさん、小座流へ人妻ネタめっちゃ多いですね、ですよ今週はかなり人妻系っていうか、そういう感じでしたね。でも愛液ドールズだからね、ドールズだよ、ドールズだから意外と若々しいんじゃない、わかんないけど助手とかね助手ってね助手ってどうなの助手ってどうなの、萌えなのこれはいということで、少々のマンゴーラジオそろそろ終わりの時間なので、もう今日はちょっと最初から最後まで少々の曲いっちゃおうかな。ただいま全国にて発売中、笹口が女の子になったら EP2 枚組3000円、こちら私も手売り持ってますので皆さん買ってください、私から、はい、よろしくお願いします。こちらに入ってる、少々が笹口ソンハーモニカさんのカバーをした、アイスランドという曲でお別れしようかなと思います。はい、では皆さんおやすみなさい、また来週。ごめんなさい、福袋ちょっと待ってね、連絡します。じゃあおやすみなさい。袋先生、強化しちゃって、なんか、あ、マーデさんが当たりました。
まるさん、まるさんが構成しました。やったねー。